国際バレーボール連盟はバレーボールの国際競技連盟。略称は FIVB。本部はスイスのローザンヌに置かれている。インドアのみならずビーチバレーも統括している。1947年に初代会長のポール・リボーを中心に22カ国の参加のもとパリに設立された。1949年に第1回男子世界選手権を開催した。 日本の FIVB の加盟は1951年であったが、当時日本は国政が主流であったため、世界選手権の初参加は1960年と出遅れた。1954年5月、アテネでの IOC 総会で、バレーボール、柔道、アーチェリー、ローラースケートのオリンピック競技化が検討されるが、全競技保留に、日本が FIVB と共にバレーボールを オリンピックの正式競技にするように国際オリンピック委員会に働きかけたため、1964年東京オリンピックでバレーボールが正式競技となった。この頃には FIVB の国内競技連盟加盟数は89となった。1984年にルーベガー・アコスタが2代目会長に就任し、それと共に本部をスイスのローザンヌに移行した。 2009年現在、世界で220の国内競技連盟が FIVB に加盟しており、その規模はサッカーやバスケットボールをしのぐ。FIVB 加盟国はそれぞれアジア、中北米、南米、ヨーロッパ、アフリカの大陸連盟に分けられており、各国代表者1名が2年ごとに行われる FIVB 総会に出席し、予算と来期計画の審議を行う。また、 世界大会での成績をもとに FIVB ランキングが作成される。その得点方式は、オリンピック、世界選手権、ワールドカップの成績を1位100点、2位90点、3位80点、4位70点、5位45点と、し大陸選手権、ジュニア世界選手権の成績を10点から30点で、加算し合計点を出したものである。 ランキングは2018年10月時点で日本は男子が6位、女子が6位となっている。資金不正流用疑惑で2005年に専務理事を解任されたジャンピエール・セッピが2006年10月26日、世界規模の新たな統括団体として国際ビーチバレーバレーボール協会を設立すると発表した。2008年6月にルーベン・アコスタが会長を退任することを発表した。 アコスタは大の日本美意気として知られた人物であったこともあり、2016年現在でもワールドカップや世界選手権、五輪最終予選など主要な大会の多くが日本で開催されている。これには最大の収入源となる日本からのスポンサー料とテレビ放映権の影響が大きい。しかしその結果、主要な大会での日本美意気が露骨になり、 当然他の国からは不満の声が上がり、さらに日本の弱体化や世界全体での人気の低迷の一因となった。また、大会運営そのものが日本のテレビ局の都合を重視して進められ、試合中に CM のための休憩の導入や大会の決勝戦が日本の出場する順位決定戦の前座として扱われるなどの大会運営がなされた。この行き過ぎとも言える運営に、 日本の一部メディアも苦言を呈した。アコスタの公認たる三代目会長には、劇中、第一副会長が昇格し、アコスタの残忍機関を務めた。2012年9月21日、アメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイムでの年次総会にて、アリグラッサが新会長に選出された。2013年5月27日、 ホンダ欧州と協賛契約を締結したと発表。FIVB の公式パートナー契約は、これが、初という。1997年11月14日、グランドチャンピオンカップ、大阪大会で、全日本女子チームが、ハーフパンツを着用して、試合に臨んだ。ルーベン・アコスタ会長をはじめとする、FIVB 首脳陣から、バレエには独自のブルマーがあるとのクレームがついた。 当時、日本の V リーグでは、ハーフパンツが主流であり、プルマーを着用しているチームは1チームのみという背景もあった。新ユニフォームは試作品で1着しかなかったこともあり、続く、広島大会と東京大会では、従来のプルマーを着用して、騒動は一旦収束した。翌1998年に、FIVB は次のようなユニフォームに関する新規定を設けた。 ユニフォームの上は体にフィットするシャツ。下はブルマーカー、また下5センチメートル以内のショートパンツ。これに従わず、1998年のバレーボール、世界選手権で体に密着度の低いダボダボのシャツを着用するチームが出現し、同年11月6日に FIVB は5チームに対して3000ドルの罰金を課した。これに対して、 ブラジルのアナ・サングラード首相は抗議の意を示した。選手、スタッフや指揮者からは、動きやすければ、何でもよい、セクハラだなどと賛否の声が渦巻いた。2018年日本開催の世界選手権への出場を決めたセルビア女子代表チームの選手全員が、東、アジア人差別、別紙の釣り目ポーズの集合写真を公式サイトに掲載していた。 2017年6月1日 USA Today が報じた。文化的配慮が欠けていたと削除したが、問題写真を掲載した安直な姿勢に非難が殺到し、釈明に追われた。有識者からは古い組織構造を指摘されている。ありがとうございます。